皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。私たちが普段何気なく見ているテレビ番組の中には、海外の番組を日本版としてアレンジしたものが意外に多いのをご存知でしょうか。例えば2000年から2007年に放送され、ファイナルアンサーが流行語にもなったクイズミリオネア、実はもともとはイギリスの番組だったのです。その一方で、日本の番組が海外でリメイクされることや吹き替え版として放送されることも珍しくありません。そこで今回は、海外でも話題となった日本のテレビ番組をご紹介いたしましょう。世界でリメイクされた日本のテレビ番組。海外では日本の懐かしいテレビ番組を放送していることがよくあります。例えば1993年から1999年に放送され、日本で一世を風靡した料理対決バラエティ番組、料理の鉄人。この番組は世界80カ国で吹き替え版が放送されました。特にアメリカでは人気が高く、1995年にはテレビのアカデミー賞とも言われるエミー賞にノミネートされたほど。2005年に始まったリメイク版のアイアンシェフは2013年まで放送されました。その間、料理対決を基本としたライバル番組まで誕生。アイアンシェフ、トップシェフ、マスターシェフの3番組は世界市場で3大ヒットフードショーとしてその名を広めていきました。そのブランド力は商品化でも発揮。アメリカではアイアンシェフブランドのキッチン用品や調味料が人気となり、現在でもアメリカのスーパーではアイアンシェフのオリジナルソースが販売されています。現地版の制作はアメリカ版に続き、イギリス、カナダ、オーストラリア、インドネシア、ベトナム、タイでも続きました。タイ版は現在も放送中、すでに11シーズン目に突入する人気番組となっています。番組ブランドの商品化はタイでも実現。現地のセブンイレブンと提携し、冷凍食品が販売されました。日本では料理の鉄人の商品展開は書籍にとどまっていますが、海外ではブランド力が貪欲に生かされていることが伝わってきますね。さらに、アメリカ版のアイアンシェフは日本に逆輸入。スカパーなどの衛星放送でも放送され、2012年には地上波のフジテレビでアイアンシェフとして復活しました。スポーツバラエティのジャンルでは1997年放送開始のサスケが大人気。2005年の香港での放送開始から海外展開が進められ、世界157カ国に放送地域は広がりました。2006年にはアメリカで忍者ウォリアーの番組名で放送がスタート。次第に人気番組へと成長していきました。2011年には日本初の実写番組としては初めて、アメリカ三大ネットワークの一つである NBC のプライムタイムに昇格。高視聴率を獲得する NBC の看板番組の一つとして現在も放送は続いています。さらにアメリカでの成功によって、世界各国でも現地版が作られるように、イギリスやドイツ、オーストラリア、イスラエルなど20カ国以上で放送され、社会現象になるほどの大ヒット番組として成功を収めました。番組の人気が拡大したのには、女性選手の活躍も影響しています。2014年、アメリカのケイシー・カタンザロ選手は女性として初めて予選を完全制覇。この出来事はたちまち話題となり、 SNS で一気にバズりました。これをきっかけに好循環サイクルは加速します。女性参加者が増え、ジェシー・グラフ選手などの新たなスターが番組から次々に誕生、女性ファンも増えていきました。また子供からの支持も集まり、ついには番組のキッズ版まで作られるように。 TBS が現地で聞いた話によると、幼稚園では子どもたちの多くが、将来は忍者になりたいと答えるほどの人気ぶりなのだそうです。その人気は視聴率にも反映されており、
アメリカでは全年齢区分で高視聴率を獲得、家族で安心して見られる番組として認識されているのです。また1986年から1989年放送の視聴者参加型バラエティ番組、痛快成り行き番組風雲たけし城は欧米やアジアなど世界159カ国で放送。視聴者がたけし城を攻め落とすためにさまざまなゲームにチャレンジする内容が好評を博しました。加トちゃんケンちゃんが世界に与えた影響。2013年4月、世界最大規模の国際テレビ番組見本市 MIPTV は世界のテレビを変えた50作を発表。これは MIPTV の50周年を記念して世界のテレビ史に多大な影響と功績を残したテレビ番組に贈られたものです。その一つに選ばれたのが1986年から1992年放送のバラエティ番組、加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビの面白ビデオコーナー。一般人が撮影した面白い投稿映像を紹介するコーナーで、世界中の視聴者による投稿映像番組の元祖であることが選出理由となりました。この番組は世界約100カ国でフォーマット化。1989年に始まったアメリカ版のアメリカズ・ファニエスト・ホームビデオは現在も放送が続いています。放送開始17年目の2006年には ABC の全エンタメ番組の中で最長寿の番組に。ゴールデン帯での放送500回達成はアメリカのテレビ史上では他に3番組しかありません。同番組のプロデューサーは2007年にハリウッド殿堂入り、2009年には番組がスミソニアン博物館入りも果たしました。また、加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビに出演していた志村けんさんが新型コロナウイルス感染による肺炎で亡くなった時には、海外からも多くの追悼の声が。特に親日の台湾では志村さんの人気は高く、台湾の蔡英文総統が公式ツイッターで追悼コメントを出したほどでした。アメリカの CNN やワシントンポスト紙も志村さんの死去を大きく報道。ドタバタ喜劇は世代を超えてファンを魅了した。志村さんは日本のロビン・ウィリアムズなどと、唯一無二のコメディアンであった志村さんを詳細に紹介していました。志村けんさんが海外からも愛された要因は、誰が見ても分かりやすい普遍的なコントだと言われています。確かに志村さんのコントは言語や文化が違っていても通じる万国共通のお笑いですよね。多くの人を笑わせたいという純粋な志村さんの気持ちが彼が世界中から愛されることにつながったのでしょう。 YouTube にも加藤茶さんと志村さんのコント映像は多数投稿されており、外国人ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。彼らが何を言っているのかはさっぱりわからない。だけど笑いを止めることができないよ。本物のコメディアンにとっては言語は障害にならないようだ。僕はアメリカ人だけど、今までに見た中で最高のパロディの一つだよ。面白ビデオコーナーは現在の YouTube の源流になったと思う。日本の番組は他国にはないユニークな番組が多いよね。それに制作能力も高いと思う。私はイラン人だけど、仕事で日本へ行った時、加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビのビデオを大量購入して母国に持ち帰った。私はタイ人だけど、私の周りはみんな加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビを知っている。番組を通して私たちを幸せな気持ちにさせてくれてありがとう。まとめ。
日本のテレビ番組が世界から評価されているのはとても嬉しいことですね。では、なぜこういった番組が世界で売れているのでしょうか。その理由の一つに、番組の売り方が大きく関わっていると言います。海外でのバラエティ番組の売買は、番組のエッセンスを抽出したフォーマットセールスと呼ばれる手法が主流です。売れた先で番組に出演するのは、その国のタレント。その地域に合わせて制作、放送するため、日本の番組も売れているようです。国に合わせてローカライズされた仕様がある。車や家電と同じような売り方ですね。もう一つの理由は、日本では売上額が数千億規模のテレビ局が5局も横並びでしのぎを削り、視聴率争いを繰り返してきたこと。分刻みで結果が数字に現れるシビアな環境で、制作スタッフは新たな番組アイデアを絞り出してきました。一つの番組でいくつものコーナーを展開するような作りも、視聴率争いという競い合いの切磋琢磨から生まれたもの。他の国ではなかなか見当たりません。新規性やオリジナリティが求められるマーケットにおいては、こうした日本の特殊さが、日本はクリエイティビティあふれる国として評価されたのでしょう。アニメだけではなく、日本のバラエティ番組が世界で人気となることは、とても誇らしいことですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。